じゃあちょっとセッティングしていきたいと思います。はい、まずね、ハイハットから。あの、そう外しちゃうんだもんね。そうですね、ハイハット外しちゃうんだもん。特になんなら順番はないんですけど。はいはいはい。ハイハットは普段僕がそのさっき紹介するように外しちゃったんで、うん、これなんですけど、自分でハイハットクラッチを持ってきてるので。あ、そう、それね、俺も大事だと思ってたの。抜けちゃうんすよね、ライブ中。そうそうそう、そのね、なんかなんだかんだ、じゃあね、そのライブハウスのセッティングとかリハースターのセッティングでいいじゃんって言ってても、はいはい、ハイハットクラッチがいかれてるパターンって結構あって、そうなるとどうしようもないの。そうなんですよ、そういくってどうしようもないとこだから。は、確かにハイハットクラッチだけ持ってくドラマっているくらいだもんね。そうですね。で、そんでハイハットクラッチに関してはセッティングの時短になるので。あー、なるほどなるほど。付け替えるよりは抜いて差し替えちゃうだけの方が早い。はい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 。それはタマの、これはどこだっけかな、タマだか DW だかな、なんか簡単につくやつ。そうですね、裏が安定してるやつ、落ちないやつ。パールか、パールパール、あーなるほどね。そうですね、ロックが結構頑丈のというか、はい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 、少なくともこれでやってて落ちちゃったことはないかなっていう感じのやつになってます。いいっすね。で、うん、ここからなんですけど、はい、まあちょっと僕が悔しいなって思ったことがあって。はいはい。なんで今時あの2タムでやってんのって言われて。あー、なるほど。まあ、ワンタム全盛期じゃないですか。あー、今もそう。いや、今もっすよ、やっぱ。あー、本当に。叩いてみたとか見てもやっぱりみんなワンタムでやってるとか、あ、昔ながらの人が2タムでやってるよねみたいな。あー、確かに。だから俺も始めた時は俺の好きなドラマがワンタムだったから、はい、ワンタムにしてて、今逆に2タムのドラマも好きだけど、はいはい、2タムに直せないのよ、もう。あ、なんかライドのつもりで2タム叩いちゃう現象がなるほど。そうそう、ライド叩くぞ、ドンドンドンみたいなまあ、そう、叩く現象起きちゃうから、だから、あ、じゃあまあ俺はワンタムで統一しようみたいな風に思った。はいはいはい。で、そう、確かにワンタムのメリットがあるなってのは最近思って。ただワンタムのメリットと2タムのメリット両方いいとこ取りしたいと思ったんですよ。なるほどね。そしたら最終的に行き着いたのが、うん、こいつを外して、ブームスタンドっていうんですかね、要するにアタッチメントか、はい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 、はい、アダプターみたいのを、あ、そのシンバルスタンドにタムホルダーっていうか、それをつけちゃうんだ。つけちゃうんです。あー、なるほどね。こうすると何が起こるかっていうと、うん、まあ、ツータムできるんだけど、配置はワンタムみたいな、うん、あー、なるほど。あ、はいはいはい、ライドがワンタムの位置に置けるんですよ。はいはいはい。あの、進化系、進化系だ。そうですね、要するに。うん、あの、あ、じゃあ、ライドはあの、あそこのワンタイムの位置に持ってくる。あー、なるほどなるほど。ライドはワンタイムの位置に持ってくるから、だから感覚は、うん、どこ取りだよね。感覚はワンタイムだけど、さらに左側にハイタムがあって使えるってことだ。そうそうそう。あー、それはいいね。あの、それはね、確かに、なんだっけ、ワンオクとかやってたよね。ワンオクやってました。やってたよね、そうそうそう。だからちょっとワンタイム、ただのワンタイムに飽きた人たちが、やりだす神々の遊びみたいなさそういうとこあったなってそこに踏み込んでたのかな、俺。そうだよ、神々の遊びにちょっと踏み込んでる今。今それがね、あの、ただの人間で踏み込んでるんで、ね、ちょっと神々の仲間入りを頑張んないと。で、ここで、はいはい、まあ、こいつをつけちゃうと。おー、なるほどね。ティンバレスだ。そう、ティンバレス。ティンバレスを使って、はははあ、そこに置くのね。そうっす。ハイハッとハイタムの間だ。そうですね、ハイハットとハイタムの間に置いちゃいます。なるほど。ただちょっとやっぱりね、そのセッティングの時間に関しては課題といえば課題で、うん、かかるんですよ、時間が。ああ、まあ、まあ、でしょうね。それはかかるでしょうよ、まあ、当然と言われちゃ当然なんですけど。あ、まあ綺麗にこの並びをセッティングしたわけだもんね。そうですね。あ、どけてとライドをここに持ってきます。はいはいはい、はい、まあ、ワンタムの位置、ね、ワンタムの位置に持ってきます。まあ、でもやってることといえばあれを足してるだけなんで、うんうん、正直ワンタムと違いは。なるほど。そこまで、でそれが問題だったんですよね。スタジオ入って、うん、あの、あの2時間スタジオ入ってセッティングと準備で片付けて1時間まあ、ドラマあるあるといえば、ね、こだわってる系ドラマあるあるといえばあるあるなんですけど、そうだね、あの、ちょっとさすがに、まあ、もったいないなと。うん、確かに、あの、さっき俺がやったやり方だと、はい、あの、
あそこまで持ってくのに時間かかるんだけど、でも、あの、ありものでやってるじゃん、俺の場合。そうですね。だから、一曲一曲やる合間に、ちょっとずつずらしたりとかして、あの、本当に練習しながら完成目指すみたいな、そういうのがあったんだけど、でももう、この場合はちゃんと全部セッティングしなきゃいけないけどね。そうですね。まあ、正直、玉組に関してとかは、うん、僕はこのままでもいいんじゃないかと思ってます。 あんまりいじらない。フロアタムとかがあまりにもとかだったり、さっきおっしゃってたのジャズみたいなやつの場合はあのいじりますけど、はい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 、でここを僕のちょっとこだわりポイントなんですけど、うん、ハイハットからライドまでの高さが全部基本一定にある程度動きやすいように。あ、なるほどなるほどなるほど、っていうイメージを持ってやってます。はいはいはい、はい、なるほど、ね、同じ高さを叩くだけでそうそうそう綺麗に入るように。僕が体の可動域がそんなに大きいタイプの人間じゃないんで、ほう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 、運動苦手なんですよ。へえ。あ、でも運動苦手でもドラムは叩けるぞと。そうね。そう最近。そうだよね。スポーツできなくてもドラムは叩けるんだって話だよ。そうそうそう。関係ないんだってことだよ。そういうことですよ。ああ、そういうことだ。まあ、確かに確かに。おっしゃる通りだよ。で、まあそうですね。あとこのなんだっけ、クラッシュ？うん。オムニ、これはオムニですね。こっちはオムニ。締めるのやめましょうねと。そんな人に言いたいです。で、まあ、オムニはこっち側と、はいはい、16クラッシュ側にオムニを置いて、なるほど。で、クラッシュはまた基本1枚ですね。うん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 。もう1個のところはあのローロックかこのアメディアの、アメディアじゃねえや、セービアンのプロトタイプ、はいはいはい、B8、ね、今日はセービアンだよ。今日は最近はこっちが多いですね。あ、そうなの。へぇ、あの、アメリアがちょっとその新しく入ってきたオムニと意外と相性が良くなくて。あ、そうなんだ。困りどころなんですよね。あ、なるほどなるほど。音が変わってくれるのか、それとも、うん、まあなんかもうさすがにちょっとジャンルが違いすぎる感じで、うん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 、これどちらかといったらコンセプトはジャズ寄りなんですよ。へぇ、ライド2枚とかはあの僕の後輩のジャズドラマーの、うんうん、友人からそのコンセプト、なんかそのライド2枚あるの魅力的だなと思って、そいつがそういう風な使い方をしてて、なるほどなるほど、っていうので考えついた技法というか、はいはいはい、はい、セッティングが。そうですね。へー、まあ、まずスネアがバカ深いので、はいはいはい、スネアスタンドは極限まで下げます。あー、なるほどなるほど。下げないと人間が叩ける位置に来ないです。あー、分厚さの違いがね、これだけこれだけあるので。ああ、全然違う。そう思う。確かに確かに、本当に別物なんですよ。まあでもそんだけスネアが深いとやっぱ椅子も高くなりそう。あ、椅子はもうめちゃくちゃ高いですよ、元から。ああ、そう、はい、めちゃくちゃ高いセッティングでクランクラってやってます。はい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 、これよりもうちょっと高いかな。あ、さらに低いですよね。ああ、さっき俺が座ってたより高いんだね、さらに。そうそう、よし、結構限界まで。椅子によってはスローによっては限界までって感じ。はいはいはい、で、まあ当然このタムとスネは干渉しないようにしないと、うん、音の鳴りが。なるほど。はい、ここはちょっと反らせないと、あのタムの回したりがきつくなっちゃう。なるほどなるほど。ここのちょっと高さの調整がね、意外と面倒というか、こだわればいいってわけじゃないですよね。こだわるとそういう厄介な部分というか、で普段僕練習が電子ドラムなんで、ここのセットの幅を極限まで狭くしがち。はい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 。電子ドラムって安いのだと広くするのもきついじゃないですか。うん、確かに。だから極限まで狭くしがちなセッティングになってます。ああ、はい、ここは今ペダルを1個抜きまして、はい、まず逆だったんでしょうか。あれ、さっき貸したバチに引っかかります。ああ、です。俺がどこに置いた、こいつを。普段はなんか最近はシングルペダルを使う、ピッシングルで使うことが多いんですけど、やっぱりなんか今まではドコドコする音楽やってたんで、うんうんうん、そういう時には
ダブルじゃないとちょっとまずステージに立てないというか、うん、っていうところだったんですけど、はい、今はそんなことはなく、ディフフコンパニオンはね普通のロックバンドなんで良くも悪くも。なるほど。めちゃくちゃいいですけどね、聞いてくださいぜひ急に宣伝入った。そう、なんかしないかもで、まあここはさっきあの前にお話ししたチューニングキーで締められるということで、はいはい、トラブルが極限まで少ないんじゃないかと。ああ、なるほどなるほど。そう、僕はチューニングキーに絶対の信頼を。ああ、確かに音変わったかも。はい、アイアンコブラより重たい。だいぶ芯がある音になるんですよね。うん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 、確かに確かに。今、ついにした方がいいですか。え、ついにした方がいいですか。あー、どっちでもいいよ。あの、どっちを使うかに。シングルで。シングルで。僕は、はい、裸足とか靴下派です。裸足靴下派、はい、なるほどなるほど。ここもね、戦争が起きがちなところなんですドラマ。まあ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 、靴下でも滑るよね、結構ね。そうっすね、あの、僕、ツインの、あ、ダブルの組み方が、うん、スイングなので、はいはいはい、そうだと別に靴下でもいいかな。なるほどなるほど。ハイカットは高いっす。高い、ちょっと。ああ、こんぐらいっすね。なるほど。まあ、椅子のセッティング自体も高めなんで、うんうんうん、だからかもしれない。感じでいいね。あ、意外と馴染むんですよ。結構タムっぽくなるね。全然だから、あの、違和感はないと使ってて。あ、そっか、なんかもっとピッチキツキツだと、なんかいわゆるティンパレスの、ね、の音になるけど、ちょっとピッチを抑えめにしてあげると比較的、これ普通のプラスチックヘッドだと、うん、もうちょっとなんか機械的な音というか。あ、確かに確かに確かに。 EDM とかで使われてるようなここっていうような音に近くはなりますね。そうだ、なるほどなるほど。ちょっと上げてみますか。へえ。で、まあ、ライドが2つあると単純に何がいいって、うん、さっきあの翔太郎さんも違う方向性で同じことやってたんですけど、うんうん、まだ慣れてない部分があるかもしれないですけど、これがね、はいはい、ああ、のは結構僕としてはこっちにある。結構ここにあるのがありがたいんですよ。ああ、確かに確かに確かに。16クラッシュだと絶対にできない。できないね。うん、そこ叩いてもなんかあんま旨味がない。うん、そう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 。あ、ちゃんとライドの美味しいとこもそれで出せるってことか。そうですね。音も意外と違うんです。うん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 、確かに確かに。あとはまあ、問題のポイントというか、うんうんうん、結構単品だと、あー、なるほどなるほど。なんか、なんつったらいいですかね、伸びもないし、うん、言いたいことは分かる。良くも悪くもガシャーンって感じの音なんですけど、うん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 、奇跡的にこの子との相性が良くて、はははは、同時に鳴らすと音がいい具合で混ざるんですよ。いいね、いいね、いいね。こいつだけだとおかしいし、うん、っていう感じなんですけど、うん、まあこいつらが鳴ってる中で鳴らすと違和感がない。で、ハイハットも前に話した通りキレが、うん、結構いいと。はい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 、はい、それでキレがいいんだけど、ヴィンテージだから、その、なんつうんですかね、その、なんつったらいいんだろうな、その、キンキンしすぎない、うん、いい感じにもう枯れ切ってる音というか。わかるわかるわかる。そういうのが鳴ってるんで、うるさすぎないっていう感じですね。なるほどなるほど。上げるとこういう感じになります。なんだろう、ロートタイムとか、はいはい、あれに近いニュアンスが、まあ、裏がないんで、絶対そうはなりがちなんですよ。そうだね。で、スネアの音はこういう、なんだろうな、
カンカンしてるのが好きじゃなくて、あー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 あまあそういうの結構デッドな音というんですかね。ああ、わかるわかる、はい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 、あただその普通の薄いスネアでデッド作ろうとすると、うん、結構難しいというか、うんうん、あの本当にボスボスみたいになっちゃいがちなんで、うん、僕はこの柔らかいヘッドで端っこだけが2プライになってるものを使って、で裏は本革なんですけど、これ本革使ってるメリットが一応その、まあ、コーテッドでも同じじゃんって言われちゃったらそうなんですけど、まあ、ブラシ使う時とかって、うんまあ、ロックはほぼないですけど、うん、コーテッドじゃないとうまく乗っからないじゃないですか、うん、確かに。それと同じで僕はスナッピー響かせてる時もやっぱりコーテッドの方がちゃんと鳴ってるなっていうイメージはあったんで、まあ、それで今はそのコーテッドのコーテッドというか本革の裏のヘッドに対してこのスナッピーを使うようにして、はい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 、そうすると、まあ、音がああ、温かみがある音だよね。そうですね、めちゃくちゃ温かいと、うんうんうん、カンカンしてる感じではない。そうだね、クリアヘッドだと意外とさ、なんかカンカンめな、はい、かわいね、そうそう、パシパシっとした音になりがちなイメージだけど、スネアサイドが変わるだけでね、そんな違うんだ。全然違いますね。面白い。スネアサイドが変わるだけでも違いますし、うんうんうん、まあ、当然、そうですね、何が変わってもスネアは本当に音変わっちゃうんで、スナッピーのコードとかだけでも、うん、音は変わっちゃうんで。なるほどなるほど。一番大事なのは何気にスナッピーかもしれないですよね。ヘッドよりもこいつがどんぐらいかかるかとかによって、うん、音は変わるし、種類、素材は大体今ブラストブロンズのカバーか、うんうん、とかがあるんですけど、うんまあ、そういうのによっても変わるんで、一番こだわりどころは何ならあるかもしれないです。うんヘッドに関しては、まあ、プラスチックを使ってる上で言えばそんなに変わりはするけど、一回変わっちゃったものがその後変わることはほとんどないんで、うんうん、あの劣化以外で、はいはいはい、ってのを考えるとやっぱりスナッピーの方がこだわり具合というか、こだわった方が本当はいいところかな。みんな意外とおろそかにしがち。そうだね、スナッピーそこまで俺もこだわらんかも。せいぜい本数ぐらい。ああそうだねそうだね。だからそのメーカーによって、今回僕はタマさんに使わせてもらってますけど、うんうんうん、流行ってるのだとピュアサウンドっていうメーカーのやつが、うんうんまあ、カノープスさんのなんかもすごい良かったです、うんうんうん。あとはなんかまあ珍しいのだとコイルじゃなくてシングルになってるやつとか、うんうん、ああいうのも結構面白い音がして、うん、そんなにかからない、いい意味でタムっぽい音とか、うんうん、スネアからもする。あなるほどね。僕も結構コンセプトの一個、タムを普段あんまり使わないんで、はいはいはい、僕がそういう時にあのなんだろう、スネアだけカンカンでやるとなんかうるさいんですよ。だからスネアも落ち着いた音が良くて、タムと合わせてもいい感じになる音、うんうんうん、タムの中に馴染む音っていうのは結構意識して作るようにしてます。タムの中に馴染むスネアの音、はい、抜けさせない、抜けさせない、あ逆にね、いい意味で。確かに確かに、スネアを叩いてるのは分かるんだけど、うんうん、あのカン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 言わないみたいなのは、そうだね、そうですね、僕がカンカン言うの嫌だった。あそうで、それでそれは意識してます。その代わりにハイの部分はハイハット。すげえわかる、うん、ちゃんとコンセプト、他がそうお互いできるようにして、ちゃんとコンセプトを持って音を作ってるっていうのがすごいわかる、はい、うんうんうん、まあそれでだからそこの要はタムとハイハットスネアの部分は完結してると。なるほどなるほど。やっぱそうするとクラッシュもどちらかといえば流行りの、まあわかりやすいところで言うと A カスタムのあのブリリアント仕上げのものとかだったり、うん、パイステのあのキラキラしてるようなサウンドよりもこういう倍音が多めというかトラッシーだったりとか、うん、そういうような音の方が合うなっていうイメージで、うん、ちょっと薄めのものだからロックにしたら薄めのものを使ってますよ。でやっぱりどちらかというとそのクラッシュって2個鳴らすこととかもあるじゃないですか、うんうん、お互いの余韻がどういう風に被るかっていうのは結構大事だと思ってて、うん、やっぱ合わないシンバル同士が浮くんですよ、明らかに。あ並べて叩いた時に。なるほどなるほど。だけどこいつらは全部そんな
に浮かないようにっていうのを意識して選んでますものは。へえー、すごいね、はい、そうか、ちゃんとやったらこだわってこだわり抜いたシンバルたちなんだね。そうですね、あのメーカーが違うんで作り方とかもやっぱり違うんですよ多少は、うん、その中で馴染ませるってなると自分の音聞いて、うん、こいつとこいつはいけるなっていうのを探さなきゃいけない、うん、まあ楽しみでもあるんですけど、うんうんうん、そうそうっていうのが結構こだわりです。素晴らしい。いやよくわかる。ちゃんとそのどうしてこの音がしてるのかってことに対しては全部説明ができるんだもんね。はい、そうですね、それは全部できるようにしてます。あ、素晴らしいわ、すごいね。だからただの機材中じゃないんだね。なんか とりあえずヴィンテージの高いものを集めましたとかさ、あそういうなんかコレクター志向の機材中なタイプではなくて、ちゃんと自分の出したい音とかコンセプトを持って出してるっていう。一時期はそれもでもありましたよ最初は。あまあまあ入りはってことだね。そう、古けりゃいいだろうみたいな。でもやっぱやっていく中でちょっとより実践的なものに変わってきた。バンドに入ってですね、こちらのというか、入ってちゃんと合うドラムを叩かなきゃいけないなってなった時に、うん、自分の中の機材初めてその自分がやりたいもので選ぶんじゃなくて、うん、周りと合わせたりとかっていう意味で選び出したんですよ、うん、なるほどなるほど。そうなった時にやっぱり初めてなんだろう、これがいいなとか、うん、これは逆に持ってるので使っちゃいけないなってなった機材が多分10、20はあるんで。あ、じゃあまあここ半年くらいの話なんだ。めちゃくちゃ変わりました。だからあ持ってて、ただの持ってた集めてただけの人間から、うん、あのちゃんと理由をつけて使うところまで、うん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 、そこまでは変わりました。へー、素晴らしい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。こんな感じちょっと機材紹介をさせていただきました。はい、じゃあまあ次回はね、あの俺がブラックビューティー、このねブラックビューティー俺めっちゃ好きなんです。めっちゃ好きで欲しいんだけど買えないっていうさ。だってこれいくら、確か12とか、そう3くらいするじゃん。だからちょっとさすがに俺スネアにそれ出せないなってなって買えてないんだけど、本当は欲しいわけ。だからちょっとその憧れのブラックビューティーをな、ね、次回は叩かしてもらおうと思ってるんで、そんな動画を撮りたいと思います。とりあえずね今回は、お互いの機材の紹介でした、ね、わーい、セッティングのこだわりに対して話しましたけどね。まあちょっとさ、ね、こうマニアック度 お互いなんかね、俺はセッティングの部分でこだわりすごい持ってて、でトッシュ君はやっぱその機材選びに対してすごい、ね、プライドを持ってこうやってるっていうのが伝わったと思うんで、ちょっとね次回、まあまたこんな感じでやっていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、バイバイ。Ha ha ha.